するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。ドン3曲開始です。皆さん手牌を開けてください。ドラマ E1 ドッポさんはシャーチャです。今回の手は赤ドラ、悪くない、1つ雀刀候補も1つあります。手牌悪くないがドラがポツンとしてますね、はい。まあこれはできれば使いたいですよね。そうですよね、ただこれまあ、タイヤもちょっと見えるんですよね。タイヤオ確かにあります、でタイヤオとドラってまあ基本同じ違反なんで、タイヤオになるんだったらまあそんなにこだわらなくてもいいかな。出てたとしても、なんでまあ4ブロックどこで作ろうかなと思った時に、まあ、この3、4、5、まあ、このピンズで2ブロックですよね、はい。でソーズで1ブロック、マンズのどっかで1ブロックっていう感じで構想をして、なんで役入らないんで白から来ました。お、今回ね、白もシャーも自身の役入ですけれども、白から行きました。はい、ね、役こう三元杯と風杯って比較したときに、他の人も役になるのか自分だけの役なのかっていうのはちょっと違いですよね。これね、持ってても基本よっぽどのことない限り僕しか泣かないですよね。しかも安牌になりやすいですね。はい、ね、本当なんでこの子仲間です。あら、ドラが使えそうです、ね。ダンプカーさん意外とこう繊細な受け身取りたがりタイプだったんですね。受け身取りたがりですよ。ドラくっつきましたね。いやこれね、一回ブクブクにしてみますか。お、勇気ある声。はい、さっきまで友達みたいな感じで言ってたあのシャーも、これね、リャンピン引いた時とかローピン引いた時とか、どっちもちょっと外したくないですよね。いやね、まあ次にちょっと順目が進んだ時に安牌持ってきたらまた考えましょう。はい、まだ2巡目ということで、はい、ここは目いっぱいにしていきました。いや本当に早い順目はあんま怯えないことだと思います。大事ですね、締めますね、分かってるんですけどね。やっぱ怖いんですよね。でもなんかだからといって中盤以降ブクブクでいていいかという話ではないんで、序盤だからこそのこの判断ということですね。そうで、特にここ愚形なんで、大体全部なんで、まあそんなに、おお、なるほどね、そう統一になって、はい、これはできればつもぎっちゃいたいとこではあるんですけど、あ、でもそれ、柔らかい一打ですね。そうなんですけど、まあさすがに違う、この四畳杯そんなに言うほど機能してないんで、この時この子さよならしましょう。1、2、3、4、5って形、はい、対して魅力じゃないランキングの私上位なんですよね。アニャンメン嫌いとかね。そう、私ダメなんですよ。僕もね、1、2、3、4、5結構上がれる気がしないランキング上位ですね。ですよね。多分結構上がってるんだろうけど、実際は。そうなんですけど、体感がね。そうなんですよね。はい。お、スーピン、これはありがとうですね。これはありがとうですね。E ピンのカバーもこれで聞きました。はい、どこいじりましょう。いや、これはですね、非常に難しいですね。仕掛けを柔らかくするのもいいし、そう、仕掛け考慮すると、ここにリャンマイイーマン払うのもありなんですよね。はい、この手動くルートに変えていくのか、はい、っていうのもありなんですけど、どうする、楽しみ。このピンズの3、4、4、5、7って、4と7どっちの受けの方が嬉しいのって言ったら4の方が嬉しいんですよね。で、他に変化するのって想像も変化するんで、ここはもうチーピンを受けかぶってるんで切っちゃいましょう。お、まあ十分ね、ピンズ、数ピンでカバー効きますからね。ロスが一番少ないようにしておきましょう。パワーピンだけですもんね。そうですね。実質痛いのって。まあローピンもね、ちょっと痛いとはなりますけどね。まあでもラウンピンあればまだ他のところ、言うほどですね。ダイレクトにね、引いてしまうよりは。あ、この手単用に行くことがあるんでしょうか。今のところね、1と9万ありますから。さあ、こうなるとですね、はい、ちょっと事情が変わってくるんですよね。まず、ありますね、まあ、マンズの下結構高いよねっていうのと、はい、3万番に1万、まあ、さっき言ったドラとタンヤオって同じ違反なんですよって、例えば行かない限りっていうのと、将来的に仕掛けをする時の可能性を考えて、これはもう僕、ソーズが横に伸びたら割とこうしようって決めてたんですけど、ここで2番今切ります。まあ一応2から、そうですね。一応縦引いた時にちょっとチート打ちも見えるんで、チート打つルートもあるんですね。まあほぼないですけどね。本当
ひょっとしたら万が一みたいな保険の CM みたいな感じで、 それが今ならなんと無料で お安くなってあでピンズはこれまあ4の周り結構安いんで、これ横に乗りそうですよね、こうなりそうですよね。言ってた通りすぐ、ここでドラですか？そうですね、これは9万握れなんですけど、ありか9万。ピンズの上は割と、あ、じゃあ万の上はそんなに悪くないんですよね。9万切ってる人がいて、バーマン切ってる人がいて。9万3枚に、バーマン1枚、うん。そう、なので、これまあ、マンズ高いし、2万誰か統一で持ってるかもしれないし、他に手かけられるところはないんで、2万切ります。目に見えて、ペンちゃんを払っていきました。うん、はい、これが周りにはどう見えてるか考えて怯えてほしい個人的願望も添えていきました、うん、怯えろこれね、あの匠だからこそこう全部思考をお話ししてもらえるっていう魅力ですよ ね、はい、そうですね、怯えろってなかなか今までの匠言ってくれなかったんで、結構あの最高位戦ルールとかでも、うん、あの親番の自敗統一落としとかするときは怯えろって思いながら考えろ怯えろ、わかりやすい、でも思考は巡ってます。三品三品手出しでしたね、手出しの両面外しでしたね、うん、今ね。そうですね。ってことはどんなパターンが、まあ、これ単純に他にもっといい達があって、もうすでにインシャンテンになっているパターンと、あら、あとその変則系の手役、チートイツだったりとかが絡んでるパターンと、チートイツにしては初手の方から見ると、どっちか空切りのパターンもありますね、うん、いやでもいいパターンも結構あるんで、ちょっと注目はするべきなのか、うん、そうですね、怖い、はい、僕が怯えてる風層が場に2枚、寸層が場に1枚、層図のあたりが、真相がめちゃくちゃいいように見えて固まってるパターンなんでしょうとかっていう自問自答いつもしてますありますよね、うん、固まってるパターンも。9がね、僕がきっと1枚しか見えてないですよね。今のこの手って動くことありますか、うん、ありますね。あ、もう動きあります。ローマンはチーします。他は地層とかは、地層とかはちょっと、まあ、泣いた方がいいんだろうなと思いつつ、ちょっと1枚切れて誰にも声かかんなかったら良さそうすぎるからスルーしてみようかなっていう気持ちもあり、酸素要素、あ、酸素出たけど、あっちが泣いた泣いたのは、うん、ペンちゃんですか。 1,2,3 の形で3チーですよ。そして誰なんですよね、うん、あれ手役いろいろ限られますね、うん、手役はダブトンのあんこか3色なのか、はい、でも3色ないですよね、1ピンが4枚見えてるんで。そうですね、うん、なんで、まあ、役配か一通かなんですけど、一通もないな。パーソンを4枚見えてるんで。って考えると、役配ですね、あれ。もうあんこなのか。うん。でも、多分あんこじゃないですか。まあ、ダブトンバックかダブトンあんこか。スーワンガロン。ダブトン赤。おっしゃる通り、あんこでした。うん、はい。さあ、親が、華麗に加点となりました。はい、5,800点。では皆さんの手開けていただきましょう。今回はこのような形。トップさん、チートイツでしたね。言ってた候補にありましたよ、うん、間に合ってる。しかも貼ってますよ、ね、そら一巡間に合ってる。うわー、怖い。なるほど、しかもチーズを統一だ。よかよならダブロンですよ。ダブロンある、入っててよかった。火災保険、いやダブロンないんで。あ、そっか、頭がで高いんで1万2000って言われますね。はいはい、いやでもね、これは見事にドッポさん読み切ってました。いやでもチーテンでしたね。うん、まあ結構その他にくっつきの強いターツたくさん切ってるんで、仮にダブトンがあんこだとしたらチーテンのこと多そうですよね。うん、なるほど、うん、はい、ということでこのトンさんはね、親のレンちゃんがはい、はい、決まりましたけど、さあ流していくという意識も出てくるのかどうなんでしょうか、はい、次回も皆さんお楽しみに。